皆さんこんにちは。株式会社マミーテレサギブソン悦子です。今日は年末に向けて、窓周りの掃除、カーテンを洗って窓を拭くというのを一緒にやっていきたいと思います。それではいきましょう。まず用意する道具なんですけれども、から拭き、マイクロファイバーのから拭きと、マイクロファイバーの、これはただ水に濡らした、雑巾です。それと、最初にホコリを取るためにハンディワイパーか掃除機を使っていきます。それではまずですね、すごいな、貨物列車が、まず窓周りのホコリをざっと取っていきます。ハンディワイパーで上からホコリを取っていって、で、ざっとホコリを落としていっても構いません。ざっとホコリが取れたら、今度はカーテンを外していきます。カーテンを取りましたら、フックを外しておきます。で、我が家のフックはレースカーテンと厚地の方のフックの位置を微妙にこう変えていますので、私は分けて置いておきます。レースのですね、を外していきます。こちらの厚地のカーテンの方もどんどん外していきます。はい、それでは、外したカーテンを畳みます。まず蛇腹に折って、ちょっと縦長にして、こちらも屏風畳で畳んでいきます。はい。ちょい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 と畳んでまいります。洗濯ネットに入れていきます。はい、それではこれを洗います。使う洗剤は中性洗剤ですね。表示を見て中性洗剤が必要なもの、またちょっと縮みやすいもの、また高価なカーテン、すっごく高価なカーテンはクリーニングに出した方がいいと思います。縮むと寂しいのでですね。はい、そして、我が家のようにお安いカーテンの場合は別に普通の洗剤でもいいかと思います。では洗濯、カーテンを洗濯機の中に入れていきます。はい、でそして洗うんですけれども、一つだけ気をつけるところは、脱水を一番緩いものにするということですね。我が家は脱水は、緩い脱水というのがなくて、短い、1分間脱水というのがあるので、それを選択します。はい、洗いは普通に、15分をしております。すすぎが1回と、はい、入れていきます。そしてもうあとは洗濯機にお任せということですね。で、カーテンを洗ってる間に窓の掃除をしていきたいと思います。はい、それでは窓の掃除を始めます。まずはざっと、ホコリを取っていきましょう。ハンディワイパーで網戸をざっと、ホコリを取る、もしくは掃除機でも構いません。掃除
掃除機で。そうしましたら今度はマイクロファイバーの濡れ布巾で網戸を拭いていきます。で、洗剤を使うのかどうかなんですけれども、使ってもいいかと思います。ただですね、マイクロファイバーの濡れ布巾があればほとんどいらない、かなというふうに思います。ただ、お家の場所ですね、例えば海の前ですとか、もしくは交通量が多いですとか、家の前に畑があって土ぼこりすごい、もしくは学校があって土ぼこりがすごいとかですね、その辺の状況に合わせて洗剤はお選びください。と、我が家は特に汚れる要因がありませんので、水拭きでやっております。それでは網戸から拭いていきましょう。で、まあそんなには、まあちょっと汚れてるぐらいですね。すごい汚れの場合はこれを何回か繰り返して、網戸の、汚れを拭き取っていきます。ただしですね、完璧に取るのはもう難しいかもしれないので、まあ、マイクロファイバーの水拭きで3回ぐらいかなというふうに思っています。まあ、もしどうしてももうピッカピカにしたいんですというのであれば、もう外して水洗いという感じになるでしょうか。はい、それでは向こう側も拭いていきます。窓の内側を拭いていきます。と、濡れ布巾で拭きましたら、今度は空拭きで拭いていきます。内側が終わりましたので外側を拭いていきます。終わりましたら最後に濡れ布巾で3の部分、もしくはちょっと気になる枠の部分を拭いていってください。レースカーテンの方のフックの位置のものをつけていきます。で、干すのは、もうかけて干していきます。特に、洗濯物干し竿にかけて干すということはしません。はい、つきました。それではかけていきます。これで乾かしていきます。こんな感じでですね、カーテンを洗ってついでに窓掃除もしてしまうと、まあ一箇所は終わりますので、これを繰り返して窓掃除をしていくと、いっぺんに窓掃除、もしくはいっぺんにカーテン掃除、あ、カーテンを洗うというのは、まあ、洗濯機の関係とかもあって難しいと思うので、一箇所一箇所片付けて